セミロス。あれ？パパさんのご遺体は？あ、い、え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 ？図に乗るな。え、クラウドさん死んだの？痛い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 。そんなバカな。どうしたの？うっ。え？クラウドさん？何今の技？そんなことできたの？クラウドさんだって人間でしょ、普通の。じゃああの話何だったんだろう？セフィロスコピーとかの話何だったの？クラウド。それじゃあさよならだティファ。また会うために、ね。うちらは納得したけど、クラウドさんは、これ自分を取り戻したってことでいいのかな？元の世界で会える？ピコーン。ピコーン。ピコーン。いやー、なんか分かったようでちょっと整理したいなー。あれはザックスだったと。クラウドさん。ピコーン。ビビンビビン。大丈夫か、クラウドさん。しっかり？帰ろう。いやー、でも分かったな、クラウドさんのこと。ティファ、よかった。クラウド、本当にクラウドなんだね。ティファ、やっとまた会えたの。え、待って待って待って。ティファさんって言ってない。嬉しい。バカはみんなに心配かけて。くっ、うわ、やばい。クラウド大丈夫？声が、奴らの。そうか、私たちライフストリームの中にいるんだね。そうか、みんな待ってるよ。帰ろう、クラウド、みんなのところへ。あ、そうだな、帰ろうっては一緒に。いやー、素敵だー。この二人は素敵すぎる。残れた。嬉しい。みんないるー。どこだ、ここ。あ、そっか、なんだっけ。ミディールの村にいたんだっけ。おい、大丈夫か？ティファ。もう帰ってこれた。よかった。レッドさんかわいいな。尻尾フリフリして。バレット帰ってきたのね、私。クラウンドは、彼は大丈夫？あ、心配いらね。しぶとい野郎だぜ、まったく。よかった。ねえ、マレット、私、ライフストリームの中で本当のクラウドを見つけたんだ。だから大丈夫だと思う。私が見つけたんじゃない。クラウドが、彼が自分自身の力で見つけ出したんだわ。あ、わかってる。疑ったりして悪かったな。しかし、お前には負けたよ。大した女だぜ、まったく。言い方、言い方。なんか手前に来た？人間って自分の中になんでたくさんのものをしまってるんだろう。いいこと言うな。なんでたくさんのことを忘れてしまえるんだろう。ねえ。不思議だよ。ね。これ誰？手前にいる人。おい、ティファ、しっかりしろ。ザックスか？ザックスか？ティファちゃんが？ティファちゃんが？うわぁ、いろいろ起きたよ。え？クラウドさん？クラウドさん？ いや、待って。普通に戻ってるクラウドさん。
そー、戻ってるよ、クラウドさんが。戻ることなんてないって思っちゃってた、ぶっちゃけ。だって元のクラウドさんが失敗作くんだもん。いやー、でも違かったんだな。失敗作くんの人格を後から植え付けられたんだな、多分。みんなすまなかった。なんて言ったらいいのか。もういいよ、クラウド。謝ってばかりだからね。俺は元ソルジャーなんかじゃない。5年前の出来事やソルジャーとしての話は俺自身が作り出した幻想だったんだ。は？ん？クラウドさん自身が作り出した幻想？幻想？大見え切って村を出たのにソルジャーになれなかった俺。それを恥じた弱い俺は親友だったザックスから聞いた話。さらに自分で見たことを混ぜ合わせて幻想の自分を作り出した。あ、わかった。そういうことか。ああ、恥ずかしかったから、演技してたんだ。そしてその自分を演じ続けていたんだ。幻想かよ。その割には強かったじゃねえか。ねえ、信じてた。体はソルジャーとほとんど同じなんだ。北条のセフィロスコピー計画というのは何のことはない。ソルジャーを作るのと同じやり方でしかなかったんだ。はあはあはあ。ソルジャーは魔法を浴びるだけじゃない。実は体内にジェノバ細胞を埋め込まれた人間なんだ。ソルジャー全員が？良くも悪くも心が強い人間はソルジャーになる。ジェノバのリユニオンも関係ない。でも弱い人間は俺のように簡単に自分を見失ってしまう。ジェノバ細胞とセフィロスの強い意志、そして俺の弱い心が生み出した人間。それがみんなが知ってた俺、クラウドだ。俺は幻想の世界の住人だった。でももう幻想はいらない。俺は俺の現実を生きる。かっこいい、クラウドさん。クラウドさん、これが本物のクラウドさんだよ。ひねくれ者のクラウドくんね。それじゃあ今までと変わんねえぜ。うわ、素敵な仲間だ。ところでクラウドさん、これからどないするんですか？まさか船から降りるなんて言わんといてよ。メテオが降ってきているのは俺のせいだ。だから俺にできることは何でもやるつもりなんだ。まあ、クラウドさんのせいではないけどな。おう、星を救う戦い続けるんだな。マレットがよく言ってただろう。おう、あれだな。何何？わからないよ。何これ？やばい。めっちゃ感動するじゃん。俺たちが乗った列車は途中下車はできないんだ。これな。クラウドさん戻ってきました。これはパチパチパチだわ。やんだ、嬉しい。クラウドさんの操作ができる。嬉しい。やばい、嬉しい。あ、オスオス。俺クラウド。あれ？初対面だっけか？クラウドさんお話感動しちゃいました。自分も弱い人間ですからクラウドさんの気持ちよくわかります。この人だけ部外者なのに聞いてたんだな。さあ、いつ戦いが始まるかわかりません。準備をどうぞ。ありがとうな。ああ、これはもう初期面でいこう。ああ、嬉しい嬉しい。みんな今レベルどんなん？ 50、51、49、51、52。ほうほう、みんな同じくらいだな。うん、嬉しい。よし。行こう。新しい旅立ちだ。な、クラウドさん。僕らな、表示マテリア作戦の途中ですのや。確かに。クラウドさんに全部説明してあげないとな。それでな、早速ですけど、ジュノーに回転魔航路ってありますのや。そこめっちゃ行きたかったとこやねん。僕の知っている限り、あとはあそこが残ってるだけですねん。てなわけで行きましょうか。よし、行くか。うわ、嬉しい。ラスト1個だもんね。ただいま。うん。すごい。この矢印が尻尾みたいに見えた。めっちゃどうでもいい。ただいま。はいはーい。ただいま、バレット。行くぞ、クラウド。
ゴーゴー、ジノ。オッケー。リマちゃん、心配かけたね。頑張ろうね、クラウド。可愛らしい。やってみて分かったけどよ。あ、これ前も言ってたな。ああ、マテリアの指示とかもすんの？リーダーが。レトさん。やっぱりクラウドがいるの。いいな。いいな。それな。幻想の世界からの脱出か。どっちが幸せなのか。やばい。中二病感がすごい。面白いなぁ。早くヴィンセントのこと知りたい。いつ知れるんだろうなぁ。ユミちゃん、ハウ。あんたにはわかんないだろう、この 船酔い、乗り物酔いの辛いところさ。あ、よくわかるよ、ユミ。俺の乗り物酔いも筋金入りだ。自分がソルジャーだと思っていた時はすっかり忘れていたけどな。おろー。ね、なんとか言わない方法ってないのかな？クラウドさん、かわいい。俺の研究によると。まず緊張していると言わないな。二つ目に緊張しているわけにはいかない。こういう色々な人があるのにものでは動き回るの長い方法。でも弊社はトラックでの移動が多かったから、あれは最悪だった。クラウドさん、本当にソルジャーじゃなかったな。絶対に乗り物の中でしてはいけないこと、それは字を読むこと。まあ一度やってしまったら何をやってもどうしようもない。辛いところ。そうなんだ。あ、でも仲間がいる。だからちょっとだけ元気出てよ。気分は、ハウーだけどね。おろー。おろー。楽しいな。こんにちは。